県内の公立高校の受験といえば何月に行われるイメージですか。やっぱり3月ですよね。ですよね。それが違うんです、はい、今年度から多くの中学3年生が受験する一般選抜は2月になるんですね。ということでまずこちらご覧ください、はい、県内の公立高校入試の主な変更点をまとめました。まずこれまでの前期選抜というのが特別選抜に変更となりまして、文化スポーツなどで顕著な実績を持つ人が自己推薦で希望の高校に志願します。で、募集定員に占める割合が全体の 15% 以下になりまして、で日程もですね4日早まります。また学力検査がなくなって調査証や面接などの結果で選抜されるというふうに変わります。ほう。そしてこれまでの後期選抜が一般選抜となり、3月に行われていたこのテストが半月ほど早まって2月中に行われるんですね。早くなりますね、はい、出題の中には例えば日常生活や社会問題などと関連した探究的な学びの要素を取り入れた問題っていうのが全体の2割程度出題されることになりました、はい、それから例えば国語の古典で学ぶ漢文、漢詩など出題の範囲の一部が除かれています。さあこの変化なんですが、受験生にとってはどんな影響があるのでしょうか。変わる公立高校入試について県内の学習塾に取材しました。佐世保市の学習塾智翔館、中学から大学受験まで1000人以上の塾生が学んでいます。今年度から変わる公立高校入試制度、受験生に対する影響を教えてください。はい、一番は入試日程が、およそ20日ほど早くなるので、これから冬休みにかけての学習の重要度が高くなるということだと思います。日程が早まることによってどのような対策が必要でしょうか。はい、そうですね、実際試験日程が2月18日からとなってまして、20日ほど早くなってます。で、私立の受験自体 もう1月からスタートするので、それを考えるとこう志望理由書の作成であったり、あとは面接の対策、そして私立入試のそのものの対策っていうところをもう1月からスタートすると、そう考えるともう受験生に残された時間というのは思っている以上に短いと言えると思います。出題の傾向が変わることで受験生の勉強方法にも工夫が必要になっています。個別の教科ではどんな対策が必要なのでしょうか。検査問題の一部が除かれる中、探究的な学びの要素を取り入れた問題が2割程度出題されます。新しく出題される探究的な問題への対策についても教えてください。はい、探究的な問題は前提となるテーマが与えられて、でそれに沿った資料やグラフが複数出てきます。でそれらをもとにこう見極めて解く力というのが必要になってきます。で、ポイントとしては2つで、1つはこう前提となるテーマというのが必ず設定されると。そして2つ目は複数のこう資料やグラフというのが与えられているという点になります。こちらが実際にですね、数学の問題なんですが、2人の会話の文章であったり、あとは実際お祭りのこう戦闘路の図であったり、であと数学的な図も、ついているというように、こう複数の資料が入っているというふうになっています。一見見ると数学の問題には思えませんね。なのでこう長崎県特有の事柄がこうテーマとして扱われる可能性があります。長崎県の歴史であったり統計、あとはこう最近のニュースに普段から興味を持って調べておく必要があると思います。具体的な学習方法について教えてください。はい、県の発表では探究的な問題の配点は、およそ2割ほどというふうに言われています。なのでこう裏を返すと8割は、従来型の設問が出るということなので、まずはこう基礎学習の定着というところを最優先にした方がいいかなというふうに思います。公立高校の入試が変わることについて受験生はどんな心構えで臨めばいいですか。はい、日程が早まることで、準備を早めていく必要があるというふうには思います。ただこう、プラスに捉えると、日程早まることで高校の準備をする期間というのをこうたくさん取ることができると、
なので将来の夢や目標、それらの達成に向けた準備っていうところを早めから取り組んでほしいなというふうに思います。はい、今回ちょっと変更点が多めなので、はい、これまでの傾向を対策として使えないところもあるんですけどね。だから不安だっていう受験生多いと思うんですけど、これよく考えたらみんな同じ条件だったりするので、やっぱりこういう対策をですね、早めに早めにやるっていう、この情報を、まあ、受験生本人だけじゃなくて、まあ、親保護者もみんな共有してみんな取り組もうという、これ自信につながるんじゃないかなと思います。基礎学習も大切なことはもちろんなんですけれども、はい、長崎県のこと、そして今の社会のニュースも頭に入れておくことも大事ということが分かりました。そこで早めの対策ということで、今回取材しました地商館では、公立高校や県立中学などを目指す小中学生に向けて入試情報をまとめた入試情報ウェブを開設しています。今回お話しした内容もより詳しいものが記載されています。また直前対策動画や回答速報、 AI 診断などのコンテンツが充実していますので、ぜひご利用ください。またこちら NBC アプリからも簡単にアクセスできます。以上、変わる高校入試でした。